入学前は100万いくかいかないか。入学後の売上面の推移ってところもちょっと聞いていきたいと思うんですが、今1月が現時点で75万円で、今日現時点1月9日にこれ取ってるんですけども、9日の時点で75万受注取れているということで、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、パティシエでも入学70日で累計300万売り上げたインスタ集客術というテーマでですね、今日はパティシエの田口さんと一緒にですね、実績の声取っていけたらと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単に今の田口さんの活動内容を教えていただけますでしょうか。オンラインの方でお菓子教室をやっております。このお菓子教室オンラインで、じゃあズームとかで運営をされていらっしゃるという感じですかね。はい、そうです。お菓子教室を実際に生徒さんをオンラインで、まあ、集客していきたいというところでうちに来てくださったと思うんですが、そもそも弊社学科入学した一番の決め手というか、きっかけって何だったんでしょうか。何箇所か無料説明会参加してですね。そうだったんですね。一番実績出されてる感じもありましたし、熱い思いが伝わってきたので、それで決めました。ありがとうございます。はい、ではですね、入学前と後での状況の変化聞いていきたいと思うんですが、入学前ってどんな状況だったんですか。入学前はですね、すごい頑張ってプロモーションやって LINE 配信して、やっと100万いくかいかないかっていう感じだったんですけど、入った後北野さんにプロフィールを書いていただいて、自然流入が次から次へと来る感じで、何もしないで入ってこられる方が増えて、集客がですねすごい楽になりました。まあ差別化コンセプトという形で、田口さんのインスタグラムのプロフィール文章をね、初回コンサルで一緒に作らせていただくっていうのがあるんですが、はい、あそこから LINE アットの流入が徐々に増えていって、説明会流入ってことは質の高いお客様が来てくださるようになったっていう感じですかね。そうですね、まあ、LINE に入っていただくと講座の概要が見れるようになってまして、その流れがうまく集客できるようになって回り出したって感じですかね。ああ、素晴らしいですね。はい、ではじゃあ入学後の売上面の推移ってところもちょっと聞いていきたいと思うんですが、10月末に入学を決めまして、11月が120万円でした。120万。そして12月が105万円、今1月が現時点で75万円ですね。はい、今日現時点1月9日にこれ撮ってるんですけども、9日の時点で75万受注取れてるということで、はい、もう累計で言うとね、300万ぐらいの売り上げになると思うんですが、今って広告費とかっていうのはかけてたりされますか。広告費はゼロです。ああ、もうゼロ円で。ということはもう利益率がものすごい高いっていうね、感じだと思うんですけども、インスタグラムから見込みの濃いお客様集客できるようになってから、まあ集客がすごい楽になった、まあおっしゃってくださったと思うんですが、田口さんの中で心理的な変化だったりとか、そういうのも何かありましたか。北野さんの講座で教えてくれることをやっておけば、安心して行動ができるようになりました。ある意味自信にもなり、安心にもつながりという。はい、では、ここから先はですね、まあ動画見てくださって皆さんも、田口さんはどういうふうにインスタ運用してるのかっていうところも気になると思うんで、まあ画面共有をね、しながらいろいろ聞いていきたいと思うんですが、はい、ではですね、今田口さんのインスタグラムをね、表示させていただいたんですが、今1万フォロワーいるということですけど、これ入学前のインスタグラムのアカウント状況ってどんな感じだったんでしょうか。入学前はだいたい7000ぐらいだったんですけども、はい、7000の割には LINE に入ってくる人数が少なかったんですね。あ、そうなんですね。その一番の原因って田口さん的には何だと思いますか。コンセプトがちょっとぼやけてたかなっていう、まあこれ実際僕も作らせていただいたんで、あの覚えてるんですが、会社作りの悩み解消、はい、パティシエ田口で、ここのプロフィール文章ね、コンセプトっていうところで、お菓子作りで悩んでる人に対しての訴求っていうところを前面に出していって、それを解決するための攻略動画っていうのはっていうんで、まあ、LINE 誘導して、ここからまあ LINE 流入が入っているっていう感じだと思うんですが、まあ、実際にインスタ運用のね、9割はこのプロフィールコンセプトで決まるっていうのはもちろんそうなんですが、まあ、その他の部分でも田口さんがうちの講座とかで学んで、ストーリーとか投稿とかで意識して、それでまあ3000人ぐらいプラスで今増えてると思うんですが、投稿とかリールとかで意識しているポイントとかございますでしょうか。完全にノウハウを出していこうっていうことで、うん、はい、まあリールでも投稿でもレシピを公開して、保存がすごい増えたんです。そしたら外部の方も見てくださるようになって、そっから自分のことを知ってくださった方が増えたので、うん、ここからですかね、回り始めました。その先ほどから田口さんおっしゃられている回り出したっていうのが、僕もすごい重要なキーポイントだなと思っていまして、インスタグラムで例えば投稿だけ魅力的にするとか、リールだけ凝った動画を上げるっていうだけでもなかなか売り上げまではつながらなくて、まあ、田口さんも以前だとリールがすごいバズって7000フォロワーまで行ったけど、そこからなかなかねリストに入らないっておっしゃられたと思うんですが、そことプロフィールコンセプトと、まあ、あと最終的には LINE アットに入ってきた後のその動線問い合わせまでの流れが一本線でつながったことで、こういう形で売り上げまでちゃんとスムーズにたどり着くような形ができてるっていうところだと思うんですが、ちなみにストーリーズとかでも意識しているポイントとか教えていただけますか。そうですね、やっぱりマインドセットを頻繁にやるようにしました。うん、ちなみに今日挙げてくださってるこのストーリーも、まあ、特にそうですよね。あ、そうですね、先ほどもこれ見た方から背中押されましたっていうお言葉いただいたんですけど、うん、皆さん一
歩が出ない方が多いので、うん、言葉を皆さんにね投げかけてこう背中を押してあげられるようなマインドセットを心がけていますね、うん、動画見てくださってる方でもお客様に商品を購入していただきたいっていう風になった時に、まあ、お客様が一歩踏み出すために絶対やっぱネックっていうのがねそこにはあって、まあ、それが例えば自分でもできるのかっていう不安だったりとか、うん、まあ、金額面的なところであったりとか、まあ、特に自信がないとかっていうね方とかも多いと思うんですが、まあ、そういうところを事前に払拭してあげられるような後押しするようなねメッセージ性を込めたストーリーっていうのが特に重要であると。じゃあ最後田口さんがもう一個インスタのポイントあげるとしたらこれがうまくいった秘訣だなっていうのがあればそれも教えていただけたらと思うんですが、はい、前よりインスタライブを頻繁にやるようにしてます。あ、先生から習いたいっていうお声いただいて相談会に来られる方も多いので、うん、まあ、ライブはいっぱいやった方がいいなっていうふうには感じてます。僕もライブの効果って絶大だと思っていまして、まあ、インスタストーリーとかでもリアクションマークを押してもらったりとかって双方向のねやり取りっていうのはできると思うんですが、どうしてもやっぱりフォロワーさんと直接コミュニケーションが取れる媒体っていうインスタライブぐらいしかなかったりするんですよね。そこでやっぱり田口さんに直接例えばお菓子教室に入りたいだったりお菓子の作り方に関して質問ができて、でそこで、まあ、田口さんが、まあ、その質問に答えてくれる、はい、お客様と そのコミュニケーションの回数っていうのを意図してやっぱり増やしていくことができるのがこのインスタライブで信頼構築ができる一番の僕も理由だと思っているので、もし、ね、この動画見てくださってる皆さんも、まあ、フォロワー少ないうちからでもいいのでできるだけねインスタライブでフォロワーの方々と仲良くなっていくというか、まあ、親しみやすく信頼関係を、ね、構築していくっていうところをお勧めしたいなと思います。やっぱりライブやる前と後だとその説明会とか個別相談来た時のお客さんの反応とか違いますか？違いますね。顔が知られてるので、うん、初めて会った気がしないとか言われます。しかもこれ僕の経験談なんですけども、毎週ライブをしていると個別相談の時とかに芸能人を見るかのような感じで思われてしまって、僕は全然そんな風に思ってないんですけど、やっぱ画面の向こう側にいるだけでコミュニケーション取れているっていうのでもファン化の後押しになったりもしますので、ぜひ皆さんもねライブやっていただけたら嬉しいなと思います。では最後ですね、まあ、今田口さんの場合ですとインスタから LINE そして説明会販売っていう流れだと思うんですが、この LINE の配信の部分とかもしっかり構築しないとなかなか説明会来なかったりっていうのがあると思うんですが、ここの LINE の配信で気をつけてることとかもしあれば教えていただけますでしょうか？やっぱ一歩が出ない方がすごい多いので一歩踏み出しましょうっていうね、はい、背中を押してあげられるような投稿を意識してます。もうインスタストーリーだけじゃなくて LINE の配信でもそういった配信を結構定期的にされていらっしゃるっていう。そうですね。 LINE の配信ってお役立ち情報ばっかり送っててもなかなか商品売れないっていうのがあると思うんですけども、田口さんは LINE の配信のバランスとかで言うとお役立ち情報何割マインド系何割っていうのを決めて意識されてるポイントありますか？交互に間を置きながら5対5ぐらいのバランスで。そうですね、まあ、なのでノウハウだけ結局ね、渡したとしてもそれで満足してしまうとかお腹いっぱいになってしまうっていう方が多いんですけども、それだけではダメで、成功するためにはやっぱ最終的には本講座を受けたりとか一歩踏み出すことが大事だよっていうところの教育の動線もねマインドセットの話でこうやられているっていうのがやっぱり田口さんがね売れ続けている一つの理由かなっていうのも思いますね。ということで田口さんの話上手ですので詳しく知りたいという方は概要欄に田口さんの LINE 公式アカウントのリンク貼っておりますので、まあ、こちらもぜひねクリックしてチェックしてみていただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。で最後にですね、この動画見てくださってる皆さんに対しても、まあ、SNS これからやっていきたい、インスタやっていきたいけども、まあ、SNS 苦手だしとか昔 SNS のコンサルとか塾入ったけどなかなか成果出ずに挫折した経験があるっていう方もいらっしゃるんですが、そういう方に向けて一歩踏み出す最後メッセージがあれば田口さんからもぜひいただけたらなと思うんですが、インスタをすごい一生懸命やってて成果が出ない方は LINE への誘導とか、うん、構築すれば流れができてくると思いますので、うん、ぜひ北野さんの講座入っていただけるといいんじゃないかなと思うんですよね。ということで、まあ、興味ある方はねぜひうちワンデーズーム勉強会やってますので、まあ、LINE の方でね Zoom セミナーとメッセージいただけたらなと思います、はい、ということで田口さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はい、はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね弊社自宅で受けられるワン無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいてズームセミナーとカタカナの名前でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますのでこちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。